新宿戻ってまいりました。香港に比べると本当にやっぱり人が少ない。そう、あ、1時から今日はですね、英語の個人レッスンを入れてたんですけど、なんか多分これウイルス吐き気と下痢1週間続いてるんでかかってると思ったんでキャンセルしました。さらに言うと俺が子供に移るとまずいんで、このまま一回荷物だけ置いて、あ、まずちょっとだけ仕事してから荷物だけ置いて早めに病院行って血液検査とかいろいろ受けて受けようと思います。ちょっと何がダメって子供に移ると一番ダメなんですね。私チビちゃんが3人いますね。結局病院に行きまして、なんだ、感染症じゃないか見るために、うちも、お子様たちがいっぱいいますので、それがわからない限りね、なかなか帰れないもんで、で結局行ってみたんですけども、血液と便と、尿ですか、全部取りましたらものすごく健康体だということで思います。今日本帰ってきました。日本です。こちら日本です。クリスチャンロスのサングラス、かなり結構変わった形のサングラスですね。